モデルプレスイコール2024-5-22アイドルたちの舞台裏に密着する連続ドキュメンタリーライドオンタイムの新シーズンが6月4日よりネットフリックスにて独占配信することが決定。シーズン6となる今回は、キングプリンス、トラビス・ジャパン、ハイハイ・ジェッツ、セブンメン・サムライの4組をそれぞれ特集する。写真、キンプリ・ナ瀬セ・レンヒロサンドのキス。 ライドオンタイム、セブンメンサムライハイハイジェッツに密着トップバッターで登場するのは、7面侍。We are ブンメンサムライバンドとアイドル、二刀流、スタイルで活動する同グループの目標は、もっとたくさんの方に僕らの存在を知ってもらいたい。そんな彼らは2023年の夏、先輩、キングプリンスの全国ツアーのバックダンサー兼バックバンドに挑戦。やる気に満ち溢れる中、 困難にも直面。グループ初の密着取材で彼ら6人の挑戦と葛藤を書く。次に密着するのは、ハイハイジェッツオンリーワンへ。個性豊かな5人組グループ、ハイハイジェッツは、初の単独全国ツアーハイハイジェッツアリーナツアー2023ボウオースト。を控えていた。お客さんを楽しませたい、という思いを胸に、多忙なスケジュールの合間を塗ってハードな練習に励む彼ら。 密着取材では等身大の本音が溢れ出す。エンターテインメントの世界で生きる5人の素顔とは、ライドオンタイム、キンプリトラジャ、激動の活動を振り返るキングプリンスデビュー5周年を迎えた2023年の夏。2人で新たなスタートを切った長瀬連と高橋海斗、こう、は正式には、はしごだか。新体制初のファンミーティングや、全国ツアーキングプリンスライブツアー2023。 ピースに挑んだ長瀬と高橋の7ヶ月を追っていく。さらに、二人の見せ方、が改めて見つかった、という彼らが、キングプリンス再始動、の1年を振り返る。最後に密着するのは、異例の全世界配信デビューを果たしたトラビスジャパン全国ツアートラビスジャパンコンサートツアー2024ロード2オーセンティシティ。 やアメリカ遠征など国内外で密着を続けて7ヶ月彼らが追い求めていたのはダンスだった。唯一無二のアイドルになりたいと願いながら体力の限界まで踊り続ける日々。ダンスに人生をかける7人が目指す場所はモデルプレス編集部。